来たわね、サラさん。それで一体どういうつもり？バレエをやめたってなんでなの？なんであなたが。た膝を痛めたんだ。結構大きな故障だったけど、その時は復帰できると全然疑ってなかった。私たち故障なんてしょっちゅうだしね。早く治して練習しなきゃって。だけどいくらリハビリしても全然痛みが引かない。それで改めて先生が紹介してくれた信頼できるお医者さんに聞いたら、日常生活は問題ないし簡単な運動はできるって。だけどバレエみたいな激しい運動はもう膝が耐えられないって。そんな、なんで、なんでなの？そんなことで諦めたって言うの？そんなこと、私だって諦めたくなかった。ずっとバレエを踊りたかった。でもしょうがないでしょ。今でもまだ思いっきり力をかけると痛いし、使えば使うだけ悪くなる。私の足はもう。それで今は何もせず普通に高校生活を謳歌しようとしてるってわけ？私がどうしようとサラサには関係ない。なんで、なんで、サラサ、なんで、なんで、なんで、ヒネちゃん、二人とも、サラサが。やっぱり、暴走してる。急いで顧問に行こう。また来ちゃったけど、サラさん、ひなちゃん、さあ早くあの子のフラグメントを探しに行きましょう。わかった。ひなちゃん大丈夫？うん、私が行かないと。ひなちゃん、thank you.
大事。どうしよう。力をためて。次はどうしよう。はっ。頑張っていこう。ストライク。何をしようかな。これが私の力。どうしよう。くらいなさい。クマさん、やったね。平常心。どうしよう。ストームダッチ。次
しよう。決める。クマさん、どうする？ほら、お願い。相手にならなかった。あれかな、ちょうど魔物はいないみたいね。ひなちゃん、急いで固定化しちゃって。うん。なんでひな子がバレ、初めてひな子がバレエをしてるのを見たとき、今までいろんなダンスをやってきたけど、そんな風に思ったのは初めてだった。だからこそ勝ちたいと思ってたのに。サラさん、だからあんなに怒って、何こんなことに、こんなことにな。サラさん、そんな、ひなちゃん、ひとまず倒してからにしましょう。行くよ。早く倒しちゃおう。力を貯めて。どうしよう。容赦しない。よし、どんどん行こう。力を貯めて。頑張っていこう。えい、この調子でいこう。これで邪魔者はいなくなったね。ひなちゃん、お願い。でもさっきのはひなちゃんがあの子の感情を理解できてなかったからうまくいかなかった。もう一度気持ちを受け止めて、耳を澄ませてみて。